はい、どうも、バード&インセクトの林です。今日はですね、フォトグラファーの仕事の相場についてちょっと話していこうかなと思います。YouTube でもね、何人か多分フォトグラファーの仕事の相場、価格について、動画出してる方はいらっしゃったんですけれども、ちょっと僕の方でも出そうかな。まだね、あんまり話されてないことだと思うので、出そうかなというふうに思います。で、早速なんですけど、フォトグラファーの方って大体どのぐらいの単位で仕事してるんだろうなっていうところで、1案件ごとのお金と、1日稼働ごとの、お金があると思うんですけれども、ざっくり言うと1案件で、フォトグラファーの相場って次の6つぐらいに分かれるかなというふうに思ってます。1つは1万円以下、2つは1から3万。3つ目は3から10万。4つ目は10から30万。5つ目は30から100万。で、100万以上っていう感じですね。で、最初の1万円以下っていうのは、めちゃめちゃ回したらそれだけで食えるのかもしれないけど、基本的にはプロっていうレベルではないのかなというふうに思います。というのも、いい写真撮ってたらあなたの写真もっと価値ありますよっていうことで1万円以上は払ってもらえると思うんですよね。なので多分安く使われてるだけで、先方が、写真について別にそんないいと思ってない可能性が高いと思います。なので1万円以下っていうのは食い違いが起きてる状態かなというふうに思います。で、次の1から3万っていう領域なんですけども、ここは十分にあり得る領域で、しかも1万と3万って全然違うんですけどね。例えばすごいスナップ系の撮影とかで JPEG 納品だったらほんと1日撮って1万5000円とかの現場もあるかもしれないし、結構あとは駆け出しのフォトグラファー、成り立ての方とかはだいたいこの1から3万っていう案件、もっと安いとこからスタートする人もいらっしゃるかと思うんですけれども、そこからこの1から3万っていうところに来て、でそこからさらに3から10万っていうところに上がっていくっていうところで、必ず多分1から3万の案件っていうのはみんな通るんじゃないかなっていうところだと思います。なんで、稼働時間としてはざっくりもちろん1日以内の撮影で、JPEG 納品または3万円だったらロー現像までっていうところかなというふうに思います。でもそもそも業界的にあんまりお金がない業界、例えば劇団とか、あとは音楽関係とか、あとは雑誌とかで1から3万の仕事っていうのは結構あるかなっていう感じですね。で、次が3から10万の仕事で、この辺になると割とちゃんとした仕事だなっていう感じで、1から3万だと何て言うんですかね、いい感じの写真を撮る人を探してるっていうレベルの仕事が多くて、3から10万になるとようやく、林さんに頼みたいんですみたいな、あなたに頼みたいんですっていう仕事が出てくる領域かなというふうに思ってます。で、3から10万は例えば新しいブランドで全然お金がないんですっていうところのルックの撮影とかっていうのは3万から10万の領域に入ってくる可能性は結構あって、逆に言うと割とちゃんとした企業のちゃんとした撮影だともうちょい上の価格帯になるのかなっていう感じですね。で、次が10から30万。フォトグラファーっていうとここで仕事してる人が多いのかなというふうに思っていて、10から30万っていうと、いわゆるちゃんとした撮影はここに落ち着くことが多いのかなというふうに思ってます。で、30万とかだと1日撮影じゃなくて、例えば2日撮影で結構撮るとか、そういったようなものだったりとか、1日撮影だとしたら割とちゃんとした広告系の案件、中規模ぐらいの会社さんから来た割とちゃんとした案件で30万っていうのは十分あり得る価格帯かなというふうに思います。で、その上の30から100万ってなると結構ちゃんとした企業の結構ちゃんとした広告案件みたいなのは、まあ、例えば3日撮影して75万とかそういったような撮影になるかなと思っていて、まあ、広告カメラマンの多くがこの30から100万っていうのを主戦場にして、まあ、その上下の仕事も取っていくみたいな感じの価格帯でやってるのかなというふうに思います。で、100万以上は僕はもう全然想像できないです、正直。100万以上ってなると本当大企業の割と大きいキャンペーンの、広告とかで、たまにうちの代表の俊太郎とかが300万ぐらいの案件とかやってますけど、結構でかいっすね。もう動画撮影ぐらいの金額帯だし、まあ準備も結構かかって、当日もこう割とね立ち会いとかもクライアント何人もいてみたいな感じで、その後もがっつりレタッチするみたいな案件だと100万以上300万ぐらいまでの案件は結構あるかなと。で、そのもっと上1000万近い案件とかも意味がわからんですね、僕の中では。そのぐらいの価格帯で仕事をしてる人もいるんだと思うんですけれども、僕の感覚だとレベルが違うなっていうような感じです。はい。で、まあざっくり、まあフォトグラファーの目標としては多分1日稼働して10万っていう見積もりを出せるようになるっていうのが一つの目標かなというふうに思っていて、まあ、なんだかんだね、その1日稼働って言ってもこう準備とかも全部その準備費とか全部入れられるわけじゃないし、なんだかんだ1日以上の稼働になってるんですよね。なので単純に1日10万もらえたら毎日月30日働いたら300万っていうことになるんですけど、だいたいそこまでいかなくて、結局その 1.5 日とか稼働して10万っていう感じになる。でもそこが一つ多分フォトグラファーとしての目標なのかなというふうに思います。で、その10万っていうところを抜けるともっとすごいフォトグラファーになっていくっていうようなイメージですね。はい、まあ、もちろんその媒体によっては予算が縮小されてるとこもあるし、高いお仕事だけがいいお仕事ではないので、その値段と仕事のその質っていうのは、まあ、ほぼほぼ比例関係にあるのは間違いないんですけど、てかこの比例関係なかったら資本主義経済じゃねえだろっていう話になるんで、比例関係にあるのは間違いないんですけども、必ずしもそうではなくて、こう飛び出た、もちろんね自分のプロジェクトだったら無料で撮ってめっちゃいいっていうのがあるわけだし、うん、もちろんそういう飛び出た点もあるっていう感じかなって思います。ただざっくり今回お話ししたような幅にフォトグラファーの仕事っていうのは分かれてるんじゃないかなというふうに思います。はい、完全に喋るだけのコンテンツになってしまったが、そうですね、だいたい今回お話ししたような帯域に、フォトグラファーの仕事っていうのは分布してるんじゃないかなと思います。それでは今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。